ロシアの軍人である。第一次世界大戦で最も功績のあった将軍の一人で、ロシア内戦では北西方面にて白軍を指揮し、ソビートロシアに対抗した。ニコライ・ニコライアビチ・ユデイニチは1862年7月18日、ロシア帝国のモスクワで生まれた。彼の父ニコライ・バーノビチ・ユデイニチは323時間であった。1881年には、 アレクサンドロフスコエ軍学校を卒業し、その後はリトバーコのエレン隊に勤務した。1887年には参謀本部アカデミーを主席で卒業した。同年11月26日付で第14軍軍団の専任人副官に就任した。1889年11月2日から1890年11月12日の間は、 イトバーこのエレン体中隊の法定指揮官を務めた。1892年1月27日付で、トゥルケスタン軍ン区ンク参謀部付専任副官に就任した。また、同年4月5日付で中佐に承認した。1894年には、パミール遠征に参加した。1896年には大佐に承認した。1900年9月20日付で、 1> 第1トゥルケスタン不評旅団の参謀将校に承認した。日露戦争では第18不評連隊を指揮した。国交大改戦に参加し腕を負傷した。法天改戦では首を負傷した。勇気に対する黄金の武器を除せられ少々に承認した。1907年2月10日付でカフカース軍管区参謀部士系総監に承認した。 1912年には中将に承認し、カザーニ参謀部の長官となった。1913年にはカフカース軍管区の長官に移動した。第一次世界大戦が始まると、ユデーニチはカフカース軍参謀部の長官に就任し、オスマン帝国軍との戦闘を指揮した。この地位において、彼はエンベルパシャ率いるオスマン軍に対し、 サルカムシュの戦いにおける圧倒的な勝利を挙げた。1915年1月には、ユデーニチは、中将から不評大将に承認し、カフカース軍司令官に任命された。1915年中、ユデーニチ率いる単位部隊は番における戦闘を行い、一進一退の攻防を繰り広げた。1916年2月13日から16日に、かけては、ユデーニチは、 エルズルムをめぐる大戦闘を指揮し、トラブゾンを手中に収めた。1917年の2月革命の後、ユデイニチは臨時政府によってカフカース戦線の司令官に任命された。しかし、それから1月の後、1917年5月には彼は臨時政府の司令に反抗した過度で解任され、退役を余儀なくされた。 1917年8月には国家会議に参加しコルニーロフの放棄を支持した。ユデイニチの政治方針は歴史上の領域における一体不可分のロシアの復興の理念に基づいていた。そのためには彼は文化、民族的自治、さらには少数民族の国家的自立性さえも、それらが反ボリシェビキ闘争に協力するのであれば、戦術的目的において、 その可能性を公認していた。1918年11月にはフィンランドへ亡命した。同月、彼はヘルシンキにてロシア委員会を設立した。この組織はロシア政府としての役割を要求した。1919年1月には委員会はユデーチをロシア北西部における白色運動の指導者として認め、彼に独裁的全権を委託した。 フィンランド摂政、カールグスタフ・エミール・マンネルヘームの合意のもと、ユデーニチは軍部隊の編成に取り掛かった。その後、彼は北西部におけるハンボリシェビキ闘争の中心地であったエストニアへ移った。連合国と緊密な関係を築いたが、中でもイギリスとの関係が強まった。詳細は北西軍を 参照1919年5月から6月にかけて、ユデーチは北西軍のペトログラード進撃を指揮した。彼の軍隊は5月15日に、グドーフ、5月17日にヤーンブルク、5月25日にプスコーフを掌握し、さらにルーガ、ロープシャ、ガッチナに迫った。神がかり的な軍事的成功によって、ユデーチは自分の政府を獲得することとなった。 5月24日、ヘルシンキにおいて彼は、北西ロシア政府の成立を宣言した。6月10日、最高支配者、アレクサンドル・コルチャークは公式に、ユデイ日をこの地域における軍総司令官に任命した。6月19日には、北西組へ統合された。しかしながら、6月21日には、赤軍の反抗が開始され、ユデイ日の軍は敗北を喫することとなった。 彼の軍は、わずかに、ナルバグドフ共闘法を持ちこたえることしかできなかった。彼によって結ばれたマンネルヘームとアルファンゲリスクの北部臨時政府との共同作戦は、マンネルヘームの使用条件であったフィンランド独立の承認を、コルチャークトでニーキンが拒んだために実現しなかった。ユデイ日の軍事的敗北とソイバルト会諸共和国との溝の拡大は、 連合国を白色運動のサファーグループに向かわせることとなった。8月11日にはイギリス軍のカイマー首相軍のイニシアチブによって政治会議がロシア北西部政府にとって変わった。政治会議にはカデット党員、SL 党員、メンシェビキラが参加し、エストニアの主権を確認した。ユデイニチは独裁的全権を失った。彼は軍大臣に任命され、 その役割は軍事面に限定されるようになった。1919年9月から10月にかけて、ユデーチはペトログラードに向けて2度目の遠征を行った。9月28日、北西軍はエストニア軍と共同で赤軍の防衛戦を突破した。10月12日にはヤーンブルクを占領し、10月後半にはルーガ、ガッチナ、クラースノエ、セロウ、デーツコエ、セロウ、 カーブルフスクを掌握した。10月中旬には、白守軍はペトログラード間近のプールコボコーチに迫った。しかしながら、彼らはニコライフスカや鉄道を遮断することができず、同戦はソビートロシアに対して食料弾薬を運搬し続けることとなった。フィンランド人とイギリス人は効果的な支援を行わなかった。 エストニア人は、ユデイ日の大国志向に反発を抱いており、さらにボリシェビキは極めて大きな政治的情報を約束したため、エストニア人とロシア人との間で圧力が高まった。蓄えは枯渇し、前線は伸びきった。10月21日、反撃に転じた赤軍は、白軍の進攻を食い止め、10月22日、その防衛線を突破した。 11月末までにユデイ日の軍隊は国境まで押し戻され、エストニア領内に逃れた。そして、その地において、ロシア軍は、かつての同盟国によって、武装解除を受け、抑留された。1920年1月22日、ユデイ日は、北西軍の解体を布告した。1月28日、彼は、 エストニア政府によって逮捕され、連合国代表の要求によって釈放された。ユデイニチはイギリスへ亡命した。その後フランスへ渡り、ニースに今日構えた。亡命生活では彼は政治活動から遠ざかった。ロシア人の啓蒙活動団体で働き、ロシア主の愛好者団体を指導した。1933年10月5日、ユデイニチはカンヌにて、 肺結核のため亡くなった。ニースのシティーやルッセデコケイドに、夫人と共に葬られている。ありがとうございます。